これ食べまーす。これ辛そうじゃない？めっちゃ今日チートデーね。ごめん。何これ、辛そうなんでチーズ入れました。美味しく食べるレベルは0カロリー。チーズ溶けてなくない？ウォーウォー。ちょっと青みが足りないんでネギ入れます。いただきます。てかね、今日はね話したいことあって、なんかマジさっきねキュンキュンすることあったの。じゃあとりあえず食べるね。あ、お水お水。トッポギから食べます。やっぱトッポギあんまり好きじゃないかも。めっちゃうまい。さっきめっちゃキュンキュンする出来事があって、なんか家の前を工事するから家の前に泊めてもいいですかって、あの工事の人がピンポン押しに来て、で普通に宅急便かなって思ったので最初無視してたの。そしたらコンコンってやってくるから怖っと思って出ようと思って、なんか大事なことなのかなと思って、そしたらなんかまあ泊めてもいいですかみたいな。そしたらイケメンで、その方がなんかもうちゃんとメイクして出ればよかった。しかもこんな格好で出てさ、見てこんなダッサい格好で出たんだよ。マジもうどこどのさすっぴんブスだよって思われたよね。でもさ、そのくせにさ、あもう一回ピンポン押しに来てくんないかなとか、ちょっとあなたの顔が可愛すぎて一目惚れしてちょっと忘れられなくてもう一回ピンポン押しに来ちゃいましたみたいな、なんかそういう妄想しちゃうのよね。私気持ち悪いよねマジで。かそうやってね、なんかもうすごい想像を膨らましちゃうの勝手に。そんなこと言われもしないのにさ、言われたこともないのにさ、言われるはずもないじゃんこんな顔で。ピンポンされてちょっと話した後に、その一人のお兄さんも話した、お兄さんもかっこよかったけど、後ろでなんか大丈夫かなみたいな感じでここに話してて、その後ろにもっとで大丈夫かなみたいな感じで後ろから来たお兄さんもいたの。その人もかっこよくて、その人マスクしてなかったんだけど、その私とお兄さんが話してたのはマスクしてらっしゃったんですけど、その後ろに来たお兄さんももっとマスクしてなくてかっこよくてさ、その会話し終わったのさ鏡でさ、ここにさ鏡があるんだけどさ、なんかこうやって見たりして、私大丈夫だったかなみたいな、喋った内容をもう一回ここの鏡の前でやるっていう。止めない方がいいと思います、すみません、よろしくお願いしますとか、ここでもう一回やったりして無意識に。キモくない？やったりしない？みんな、こんにちは、家の前はちょっと開けといた方がいいかもしれません、すいません。やばいよ、うちガチで本当に。で、あーもうかっこよかったなーってこう妄想っていうか余韻に浸りながら、しかも2人だよ。もう次からはちゃんとメイクしてちゃんとした服でもうネットで書かなきゃいけないなって思いました。どことのニートだよって思ったよね。こんなさ10時ぐらいでさピンポン押しに来てさ、まだ寝起きのパジャマみたいな。はずい、もうやな。でも割と私その寝起きじゃなくて一応なんか顔洗ってスキンケアした後だったから、まあ肌は綺麗って思われたかなみたいな。でちょうどいつも白いクリーム塗らないのに白いクリーム塗ってたの、だからその人に会うためだったのかなと思って。もうだからそのほらもう被害妄想がすごい。もうだって普通に歩いててもコンビニ行く時でも普通すっぴんで行くじゃんみんなコンビニなんて。だって私被害妄想すぎるから、眉毛は描いていく絶対。なんかどこで出会いがあるか分かんないじゃんマジ。ちょっと外に運動する時でも眉毛は描いて口紅塗って犬の散歩でさ、で相手ももし若い男の子が犬引き連れてたらさ仲良くなるかもしんないじゃん。何歳ですかみたいな、オスですかメスですかとか言って、ああもうマロちゃん何してんのとか言って、ほら仲良くしてみたいな。もしかしたらさなるかもしんないじゃん。なったことないけど一回も、おっさんとしかない。犬の散歩してるなんておっさんかおばあちゃんしかいないから、おっさんといつも喋る。
てか普通に高嶺の花子さんみたいにマジで角から飛び出してきてくんないかなみたいな、角から飛び出してぶつかってあーみたいになってなんか落としてすいませんみたいな、手と手が触れて会いたいんだ今すぐさま。で私ね、なんでこういう頭になってしまったのかっていうと、小さい頃からもうチャオとかずっと見てて、チャオリボン仲良しみたいなと毎月毎月買ってもらってて、チャオもう脳がもう漫画の世界の脳なのよね。だからもう妄想がすごい、あこんなことあるんじゃないかみたいな。中学校とか高校生の時も好きって言いなよと LDK っていう漫画もう全部毎買って読んでたし、普通に授業中とかにも読んでたしやばいよね。だから本当にこういう漫画みたいな出会いって憧れてるっていうか、やばいマジで妄想がこんなことになっちゃうんですよね。男の人とすれ違う時とかマジで意識するもん私目悪いから遠くから男の人が歩いてくるって思っただけで意識すんの。で近くで見ておっさんとすれ違ったの。あおっさんって分かった時に、私このおっさんのためにドキドキしてたの、あの何百メートルも前も先からと思って、恥ずかしいよねマジで。でもこういう妄想してる時はマジでこういうこと絶対に起こらなくて、で意外に妄想してない時、もう何も無意識に歩いてる時が運命の出会いがあったりするんですよ。バイト帰りに夜歩いてたら、イヤホンで音楽聴きながら歩いてたら、なんかトントンみたいな、マジ怖っと思ってトントンって肩されて振り向いて、怖っと思いながら振り向いて、そしたらまあ普通の顔の方の男の人で、今そこで飲んでるんですけどなんか一緒になんか飲みませんかって言われて、漫画みたいな話しかけられ方あったと思って嬉しかったけど、怖いの方が勝っちゃって、なんか急にトントンとかされて、なんかあ別に全然怪しいものとかじゃないんですけどみたいな感じ言われて、いや怪しすぎるだろうと思って、なんか東京とかならさ多分みんなそういう経験あるじゃん、話しかけられたりとか。マジ熊本ってさ、まあ私がブスなだけかもしれんけどさ、話しかけられナンパとか全体ないし、もうキャッチしかないのよ。そういうのなら全然あるけど、マジでナンパとか一回もされたことなかったの。すっごい嬉しくて、熊本ってそういうのあるんだと思って嬉しかったけど、私その時19歳で未成年だったから、しかも怖いの方が勝っちゃって、なんかその男の人と2人とかならよかったけど、なんか遠くでタバコ吸ってたのもなんか3人ぐらい、怖っと思って、あ未成年なんでって断ったの。そしたらあそうですかみたいな、未成年はダメですねみたいな感じで言われて、あすいませんありがとうございましたみたいな感じでタッ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 タってそのタバコを吸ってるやつらのとこに戻っていって、なんか聞こえたの、未成年だってみたいな聞こえて、もうその何もうその会話聞きたい、なんて喋ってたの そいつらと。えでもさ嬉しかった、私が未成年に見えない大人に見えたんだと思って、私が大人に見えたのも嬉しかったし、少なくともブスには声かけないじゃんやっぱ、あブスでも声かけるんかな分からんけど、少なくとも可愛いと思っていけると思って声かけてくれたんだなというのが嬉しくて、もうそれが一生の思い出、運命漫画みたいな声のかけられ方嬉しかった。ですごい後から考えて、うわ行けばよかったかな、行かない方がよかったかな、怖いよねそうやって行ってさついていく人いるの、逆に怖くない？まあ今の私だったら行くかもしれない、もしかしたら。でもさすがに男数人と女一人って嫌じゃない？だからその1回だけですね、本当に運命的な漫画みたいな喋られ方っていうのは、だから本当に意識してても何もないってことを自分に言いたい、マジでマジ意識してても自分何もないよ、運命的な出会いみたいな、いつまで漫画の世界頭お花畑なのって言いたい「トッポギお腹いっぱいになる無理」でもみんなさ意識しないの？意識しちゃうかな？ここでもし元彼と会ったらどうしようとかさ、街歩いてて知り合いとすれ違ったらどうしようとかさ、もうそういう時のために私化粧はちょっとしっかりしていく。漫画みたいな出会いした人コメントにどうぞ自慢してください。
でさ、まあそんな運命的な出会いもないわけで、実際には、まあ、マッチングアプリを私はいっぱい使っているんですけども、なかなかまだいい人が見つからない。もう多分1年ぐらい使ってるけどいい人見つからないので、最近なんかバチラーデートっていうねアプリがあるっていうことに気づいて、なんかそれは普通のマッチングアプリだったらまずマッチ、顔見てマッチして話して、まあ、電話とかするならして場所決めてどこ行きますかと会うっていう、なんかもういっぱいやり取りがあるじゃん、めんどくさいじゃんみたいな、とりあえず会いたいみたいな人もいるじゃん。だからバチェラーデートはもう勝手に AI がまず自分の好みを最初登録するときに目が大きい、鼻が高いとか身長高いとかもう全部細かく決めれるの。身長何センチから何センチまで、体型何センチから何センチまでみたいな全部入れて、自分の好みを、あと職業とかも入れて、もう自分に合った人をね、もう自分の行きたい日にちを水曜日か土曜日か日曜日なんだけど、今はなんか選んでこの日にここに集合ですみたいな、勝手にガーシーさんみたいに、なんていうの、アテンド AI がしてくれんの、めっちゃよくない？で、私使いたかったんだけどさ、熊本住みだからさ、私なんか福岡までしかないのね、関西東京とか、私は使えないんだけど、ちょっと使いたかったマジで。だから今度福岡とか遊びに行った時とか使ってみようかなって思ってる。なんか面白そうじゃない？なんかもうさ、飽きて普通のマッチングアプリにはもうめんどくさいし、おしゃべりするのも、こういうのも面白そうじゃない？もう その域までに来た私、やばくない？なんか大丈夫かな？ちゃんとした職業の人しか入れない、なんか完全審査制みたいになってるから、からもうハイスペがいいっていうのと、真剣なお付き合いしたいみたいな人は使ってみてよ。感想を教えて、逆に今使ってる人いたら教えてほしい。ちょっと私も使いたかったんだけど、熊本がないっていうのがさ、熊本エリア追加してください。私もまた使ってみたら YouTube が動画出したいと思います。でもハイスペしかいないからさ、逆にこんなこんな韓国ラーメン食ってるこんな女があっていいのかなってなるよね。ちょっと自分磨きしないと。食べたー、辛い、ちょっと辛いけど全然我慢できる辛さ、美味しかった。ごちそうさまでした。運命的な出会い目指そうね。